宇宙世紀、それは人類が宇宙に生存の場を広げた時代。地球の周りには数百機のコロニーが浮かび、そこは人類の第二の故郷となっていった。時に宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。開戦後わずか1ヶ月にして総人口の半分が死に、人々は自らの行為に恐怖した。そして8ヶ月余りが過ぎた。連邦は膠着化した戦局を打開すべく、ここサイド7で極秘作戦を遂行していた。しかし戦いは人々の運命を思いもよらぬ方向へ導くのだった。